酪農業の支援を目的に伊豆箱根鉄道三島駅で昨日牛乳の無料配布が行われました。コロナ禍による輸送費の値上がりやロシアのウクライナ侵攻などによる飼料価格の高騰で酪農業をめぐっては厳しい経営状況が続いています。 JA 富士伊豆はファーマーズマーケットや直売所で牛乳の無料配布を行って消費喚起を図っています。昨日の三島駅では地元産牛乳200ミリリットル2パックセット300個を駅を利用する人たちに配りました。今日本のですね、酪農家全体がですね、大変な思いでですね、やっております。日本国内の酪農家を応援するという意味でですね、ぜひご協力をお願いしたいと思います。